北海道中央バス足別営業所は、北海道中央バスが、北海道足別式田一条西一丁目25に、設置していた営業所である、空地事業部に属していた、1943年3月1日の、北海道における、旅客自動車運輸事業統合要項による、北海道中央乗り合い自動車発足時に設置され、市内路線や滝川、旭川方面の定期路線、 札幌への都市間バスを運行していた。古くは三端地路線として、炭鉱の山本地区と市街地を結ぶ輸送を担っていたが、閉山後の過疎化進行と共に利用者も減少。2008年4月1日の改正をもって、足別車庫を除いた足別営業所、ターミナル設備が全て廃止され、滝川営業所に統合となった。営業所廃止と同時に、足別市内線三両線も廃止され、 空地交通に移譲された。なお、足別営業所、ターミナルは廃止されたものの、国道38号本線と、足別バイパス分岐点近くの足別、中学校隣に設置されている車庫は存続し、在勤制度を設けている。廃止前日時点、営業所廃止と同時に、路線廃止、廃止後については、空地交通を参照。上、足別線、足別ターミナル木工団地。 草笛町から上、足別駅前は一部便が経由来場線、足別ターミナル、木工団地草笛町、工業団地、京南大橋から、西足六町目栽培町来場学校前から、来場工業団地泊まり便、西足六町目折り返し便あり、足別温泉線、足別ターミナル市役所前から、北の都足別朝日湯屋足別温泉、営業所廃止時、 一部路線について短縮された路線がある。当該路線については、北海道中央バス滝川営業所を参照。高速フラノ号フラノ駅前、足別ターミナル、赤平ターミナル札幌駅前ターミナル、札幌北営業所と共同管轄。2007年7月1日に、フラノ駅前発着に変更。滝足線、砂足線足別ターミナル、赤平ターミナル。 滝川ターミナル、砂川ターミナル、滝川営業所と共同管轄。一部便のみ、砂川ターミナルまで運転。足浅木線足別ターミナル常磐新城、甲信化6無意北斗昇工前から、高砂大入り口から一条二丁目、旭川ターミナル旭川営業所と共同管轄。札幌運転免許試験場線足別ターミナル。 赤平ターミナル、滝川ターミナル、砂川ターミナル、内栄駅前、美バ駅前、岩見沢ターミナル札幌、運転免許試験場予約制、水曜日の未運行、足別営業所営業時に廃止された、路線札足線足別ターミナル、赤平ターミナル、滝川ターミナル、砂川ターミナル、美バターミナル、岩見沢ターミナル札幌駅前ターミナル、富良野線足別ターミナル上、 足別の場な南滝里上ロック島の下、フラノターミナル高速空地号、新千歳空港付近にて高速、空地号は足別ターミナル、赤べラターミナル、滝川ターミナル、砂川ターミナル、ビバイターミナル、岩見沢ターミナルマイナス新千歳空港前身は1985年12月1日より運行を開始した高速早草、空地号で、 滝川ターミナル土地と瀬空港を結んだ。1988年4月10日より、足別発着系統と岩見沢発着系統を新設し、高速空地号に改称した。2000年度より冬季定時運行の確保が難しい。ことから12月1日から3月31日までの冬季ダイヤ期間は運休となり、2003年4月1日をもって廃止された。廃止前日時点。 一番乗り場滝足線滝川ターミナル、砂川ターミナル方面足朝日線朝日川ターミナル、方面二番乗り場高速フラノ号、札幌駅前ターミナル方面、フラノ駅前方面三番乗り場来場線来場、西足六丁目、工業団地方面上足別線上足別駅、前方面四番乗り場足別温泉線、足別温泉方面再出発規模を乗せて、 市内3路線継承キラキラ号広露は市別。中央バスに代わって4月から市内を走るキラキラバス2008年3月30日。掲載フォト。北海道道新写真データベースは市別駅前。広場の専用で、悲願高まる。中央バスは市別遠慮所1960年12月21日。フォト。 北海道道新写真データベース中央バス足別1961年3月15日掲載ホト北海道道新写真データベース足別市長東弁中央バス撤退の移行本年度限りで3路線ターミナル市街地の各施設として機能してきたバスターミナル2007年6月23日掲載ホト北海道道新写真データベース9停留署名大城駅前 三井足別鉄道線の終点、来場駅の近在地である。なお、最盛期の来場線の終点は、来場駅前の一つ先となる、玉川町である。食堂、ターミナル食堂や、美容室、カットインひさしなど、中央バスのターミナル、フラノ駅前に電光速フラノ号来月から、発着各社集結、便利に閉鎖される五条通りのフラノターミナル2007年6月21日。 ほと、北海道道新写真データベース、ありがとうございます。